原さん、定期的なメンテナンスがやっぱり必要になってくるそうですね。はい、はい、基本的にはやっぱり外にこれだけの電気製品を置いて、雷あり地震あり、そういうところで10年間絶対大丈夫かというと、やっぱりそれはいろいろ問題が出てくる可能性もある。それは本物のものですよね。はい、こちらはもう実際に。